ムチェン、こんにちは。今日はヨーグルトについてやっていきたいと思います。ワンコってヨーグルトあげていいの？というところなんですけど、容量を守れば体に良いみたいです。ちなみにうちはよくヨーグルトあげてます。牛乳は良くないみたいなんですけど、ヨーグルトはね、ワンちゃんにとってすごく良いみたいなので、容量を守るとね、体に良くなるみたいです。うちはね、ヨーグルトをあげない日なんかがあったりすると、おトイレうんちがね、なかなか出なかったりするんですけど、ヨーグルトをねあげた日はね、結構な確率で快便で、お散歩の時にプリンチョプリンチョってね、快便でございます。じゃあね、今日はね、お散歩に行く前にヨーグルトを食べてお散歩に行って、開放感に溢れていきましょう。じゃあ行ってみましょう。いつももっちゃんにあげているヨーグルトはこちらです。ででん、ブルガリアプレーンヨーグルト。そう、ワンちゃんにヨーグルトをあげるとしたらプレーンのヨーグルトがいいんですね。というか、それ以外はあげない方がいいみたいですね。こんな感じでもっちゃんもね、すごくヨーグルトね、大好きなんでね。それじゃね、ヨーグルトね、食べていこうね、もっちゃん。おいしいおいしいよ。はい、ヨーグルトね、大体まあ大さじ1ぐらいですね。これはあの、1日2回あげると少なめ。少なめね、うん、1日2回あげてるんで、まあちょっとね、ちょっとだけですね。はい、ではヨーグルトです。ヨーグルトです、どうぞ。もうね、大好物なんでペロンペロン食べちゃいます。ペロンペロンですね。早いですね、もう一瞬ですね。大好きなんだよね。はい、食べました。はい、もっちゃん、あら、きれい食べたね。あら、お口ちょっとヨーグルトついてるよ。眉間についてるよ、ヨーグルト。美味しかった、美味しかったね。はい、きれい。もっちゃん、お散歩行ってらっしゃい。ちゃん、おかえり。いやー、ヨーグルトね、食べてすっかり快調でしたね。快調快調。ご覧の通り、ヨーグルトはね、すごくね、美味しそうにペロ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 食べてるんでね、もっちゃんも大好物でございます。ワンちゃんにとってね、ヨーグルトは容量を守ればすごく体にいいみたいなので、おすすめです。これからもワンダフルな快適快調生活を続けていきましょう。それじゃあ、もっちゃん、またねー。バイバーイ。